谷沢秀明氏は、戸ベメンバーに対する配慮が素晴らしい。ナンバーアンダーライン I と IMP との対応の違いに納得する。滝沢秀明社長は、戸ベメンバーに対する心遣いが本当に素晴らしいと感じます。彼は経営者としての優れた手腕を持ち、常にタレントファーストの姿勢を貫いています。彼は戸ベメンバーを一番に大切にし、彼らのニーズや、 配慮もきちんと考慮しています。その姿勢は本当に驚異的です。例えば、ナンバーアンダーライン I と IMP のメンバーに対する対応の違いを見ても、彼の心遣いが伺えます。ナンバーアンダーライン I のメンバーに対しては、信頼と安心感を与えており、彼らに仕事を任せることで、彼らの成長を支援しています。一方で、 IMP のメンバーに対しても、彼らの礼儀正しさや良い面を認め、タレントとしての成長をサポートしています。滝沢社長は、飛べメンバーを大切にし、彼らに対する配慮を怠りません。その配慮は、信頼と安心を与え、メンバーたちは自然と彼に心を託します。IMP のメンバーは礼儀正しく、良い子たちばかりであり、 彼らが礼儀を重んじる滝沢の影響が見て取れます。滝沢社長の配慮の深さは彼がタレントの礼儀を重んじることからも伺えます。彼の影響力によってタレントたちは自然に礼儀を身につけることができるでしょう。彼の存在がタレントたちにとって本当に恵まれた環境を提供していることがわかります。さらに滝沢社長の人柄についても触れてみましょう。 彼は表舞台での活躍だけでなく、裏方としてもメンバーを支え、守ることができる人物です。その気遣いの深さは、本当に素晴らしいものです。都米の遺跡は、アーティストたちにとって本当に良い環境でのびのびと仕事ができるチャンスです。滝沢社長が彼らを大切にし、彼らの能力を認めてくれることに、彼らは心から感謝しています。また、 滝沢社長の決定には深い意味があり、コーチャーへの動向が実現しなかったことについても、その理由が納得できるものであることがわかります。滝沢社長の人柄や飛べの良い環境について、ファンたちは大いに喜んでいます。彼らは滝沢社長の指導のもと、より良いパフォーマンスをすることができ、それがファンにとっても嬉しいことです。 過去に悲しみに暮れていた時期もありましたが、滝沢秀明が短い時間で幸せな日々をもたらしてくれたことに、多くのファンが感謝しています。彼の人柄やリーダーシップによって、戸部はファミリーのような絆で結ばれていると感じられます。滝沢社長は、自らが表舞台に立つことなく、陰でメンバーを支え、守ることができる人物です。このような気遣いは、 彼を素晴らしいリーダーとして際立たせます。戸部に移籍して、良い環境でのびのびと活動できることを多くのメンバーが喜んでいます。滝沢社長がアーティストを大切にし、彼らの能力を信頼していることに、心から感謝しています。また、滝沢秀明が紅茶屋に同行しなかった理由についても、ファンたちの間で議論されています。 彼の行動や決定にはメンバーへの深い愛情と信頼が伺えます。滝沢社長の人柄やリーダーシップは多くの人々にとって尊敬の対象です。彼の存在はトベファミリーにとっては最高のものであり、彼のサポートを受けながら夢に向かって励むメンバーたちを応援することがファンの喜びです。内心では QB に移籍したいタレントさんは多いかもしれませんね。タッキーの素晴らしさは言うまでもありません。ハーゲンダッツを社員にご馳走する社長もそうそういませんよね。IMP は初めての経験なので、同行するのは当然です。それに、アジア進出に向けて滝沢社長が頑張っている話もありますからね。まだ帰国していないのでしょう 本当に頑張っていますね。翔くんたちのことは信頼していますし、いろいろなベテランスタッフさんも一緒ですからね。タッキーの配慮は本当に一流ですね。さすがですね。2B は仲が良く、とてもアーティストが生き生きと活動できる事務所です。滝沢さんは良い社長であり、良い経営者ですね。職種は違えど、 上に立つ人は滝沢さんのような人でないと下のものは大きくなれません。すべてを信頼して任せることが大事です。それには任された方も信頼を失わないようにする必要があります。t u b e と所属しているアーティストの皆さん、そしてナンバーアンダーライン愛の3人も風通しの良い会社で仕事ができることはファンにとって最高ですね。 契約がマネージメント型ならついていくでしょうが、エージェント型なら同行しないというのは違います。先日のトゥービーハイスクールでは IMP 全員を一挙に出演させて、それぞれの人となりがわかる企画も用意してくださっています。滝沢社長は本当に IMP が可愛いんだなと伝わってきます。タッキーは本当に尊敬されるべき人物かもしれません。 本当に感謝しかありません。同行は3人の個人事務所で受けたからないものだと思っていました。日本でのジャクソンさんとの打ち合わせには、滝沢社長がいたかなイケメン社長を自慢したいです。いつか3人の紅茶らの単独ステージは社長に見てほしいです。あと、YSL で並んでいたデュアリパさんがアジアのステージにいたとか。 岩地もどこかにいたけど会えたのかな情報満載でお祭り騒ぎで楽しかったです。収入源に関かかわらず世界を目指す 2B メンバーには心から応援します。夢に向かって切磋琢磨する姿は私の生きがいになっています。ずっとずっとついていきたいです。2B は CD タイトル 2B トベテンメイド飛べから名前を取ったのですね。 できる社長や上司は部下の資質によって対応を変えるものです。同じ指示を出しても部下によって結果が違うため、指示を出す段階で区別する必要があるようです。タッキーはなるべくしてなった社長ですね。最後に、戸部メンバーの夢に向かっての挑戦について触れてみましょう。彼らの切磋琢磨する姿勢は、ファンにとっても励みとなっています。 彼らの成功を心から応援し、これからも彼らの活躍を楽しみにしています。滝沢社長の心遣いや飛べメンバーの活躍について、これからも注目していきたいと思います。彼らの成功は、多くの人々に勇気と希望を与えてくれるでしょう。飛べメンバーが世界を目指し、夢に向かって努力する姿に、多くの人々が心からの応援を送っています。 彼らの活動が多くの人々の生きる原動力となっています。読者の皆さんには滝沢社長や飛べメンバーに対する応援の言葉や彼らの活躍に対する期待をお聞かせしたいと思います。彼らの未来についてどのような展望を持っていますかそして彼らが今後どのような活躍を見せてくれるのか楽しみにしていますか